こんばんは、山崎幸太郎です。今日もですね、えー、宮台シンディですね。前回は宮台賢治って言っちゃいました。すみませんでした。宮台、宮台賢治って言ったのはね、僕は今ね、宮沢賢治とね、石原菅治についてね、いろいろ書いてるとこなんだって、混同しました。すみません。え宮台シンディですね。<laughs> えー、宮台シンディについてもう一回話してみようと思います。 僕はまあこれはちょっとしばらく連続してやっていきますので、宮台心理が一体何をやってるか、今何をやろうとしてるかっていうことについてちょっと、あの、うーん、興味を持ってるっていうか、この前も言いましたけど、別に何か重要な問題があるから興味を持ってるんじゃなくて、こういう大したことのないやつがですね、偉そうにね、YouTube を使って <laughs>、日本国民はね、 クソ社会だとか、日本国民日本の社会はクソ社会だとかね、日本国民は、えー、クズいじめ、えー、ク人間だとかね、そういうことをつかんに言ってるんですよ。アホとかトンマとかいうのことを言って。まあいいです。別に言うのはいいんだけど、こういう言葉を使うとなんか過激な言論したと思ってるんじゃないですか。彼は。まあ、それがとんでもないって。まあ、インチキ野郎ですよね。僕はだからインチキ野郎だということを、えー、明らかにしていくことが僕のしばらくの間の仕事ですね。うん えーとねこあーこの、この前ね、えーと、何でしたっけ。YouTube を中心に見ていたらですね、宮台真司がしょっちゅう出てきてね、今日か昨日かわかりませんけどね、あの、あのね、アークタイムスって言うんですかなんかわけのわからない、えー、どこ新聞社かなんか知らないですけど、アークタイムスっていうところは、ほぼ毎日かなんか知らないのような感じで出してきてるんですよ。 えって思っちゃいますね。で、今日はね、今日は何やってたかというと、中国人について語っていましたね。で、その中に、その中でね、彼は中国人に、えー、日本人が、日本人はな、一般的にネット上を中心にして、中国人を批判してますよね。中国人アホだわ、なんだかんだって言って。で、それに対して、宮台真司がですね、中国人を何人知ってんだって、お前たちは中国人を何人知ってんだって。俺は、 宮台真司ですよ。俺は、たくさん知ってるよって。中国人のことを知らないくせに、勝手に妄想でさい、言うのはやめた方がいいよ、みたいなことじゃないですかね。だから僕はね、こんなつまんないことにね、断ってる宮台真司のね、バカさ加減がね、よく現れてるんですよ。今、中国の問題は、よくあるかれ、あしかれですよ。あの、国際政治問題のですね、 メインに出てきてるわけですよ。僕は中国的支支、的政策とね、それが中国包囲網っていうのにはね、必ずしも賛成ではないし、むしろね、反、反対なんですよ。だから僕はなぜね、石原漢字について注目してるかっていうと、石原漢字あたりは、日中関係を変えって良くしていってですね、日中をし、あのーこ、日中交流、日中国交正常化によって、欧米社会に対抗していこうっていう、そういう、 えー、ま、黒みがあるんですよね。どちらかというと、そういうことなんですよ。ところがね、欧米社会は、特にアメリカはですね、日本を中国とか北朝鮮とかね、ロシアとかのね、敵対勢力にしたいわけですよ。防波堤にしたいわけですよ。だから、えー、中国の悪口とか中国の、えー、とんでもないことを散々言うわけですよ。に日本のネットウ用の練習ってそれに乗せられてるわけですよ。 僕はそれだからあのそのことだからまあ宮台真司が言いたいのはそこなのかもしれないけどねなんか宮台真司の言い方ってふにゃふにゃしててよくわかんないよくわかんないっていうのは難しいとかそういうことじゃなくてね彼自身が頭の中の整理がついてないんですよこれはそれからもう一つねえー、彼がねえ何、ー、だっけ、えー ウクライナについて語った話があるんですよね。ウクライナ戦争について。でもね、そ,そこでもね、えー、宮台真司はね、ウクライナ戦争についてね、語る資格がないですね、あれはね。全くテレビ,テレビとか新聞の受け売りをやってるだけでね、えー、プーチンがの精神分析をやってみたとか、プーチンは少しなんとかも、もっと、えー、あの、なんだっけ。 ええー、その、秘密工作員だったから、どうのこうのっていうと、そういう、要するに、ロシア、ロシアの側の、不純な動機っていうものをあげつらってるんですよ。まあそう、それはそうかもしれない。それは正しいかもしれないし。でも僕は全然そう思うなんですよ。ウクライナ戦争の第一の問題は、マイダン革命にあるわけですよ。ウクライナにおけるマイダン革命っていうのが1914年ぐらいに起こったのかなまあちょっと僕年代はっきりわかってないんですけど、 その時にですね、アメリカがロシア、ウクライナに、あの、新米政権を作ってですよ。そしてそれがロシアと戦争を仕掛けていくと。ロシアに散々いろんなことをこっと意地悪してですね、ロシアが生きり立って戦争してくるっていうのをむ、むしろアメリカの方の工作員がやったことなんですよ。それについて全く感知しないっていう感じですよね。 だからなんでこの、この人たちウクライナを語る資格がないよと思うんで、普通の学者だったら、まあ、テレビに出てる学者なんていうのは、どうせ、あの、アメリカの試合とか、そういう、えー、マスコミとか、あの、えー、グローバリズムの、その、受け売りをやってるだけだから、それはしょうがないけれども、でも宮台は別にテレビに出て喋ってるわけじゃないでしょ。じゃあ、もっと勉強してほしいなと思いますよね。全く、いや、その、勉強してですよ。反対の意見を持ったとしてもいいですよ。 でも、ネットの社会に溢れ返ってるじゃないですか。そのマイダン革命についていろいろ話が出てるっていうことは、わかりきってるでしょそれ、マイダン革命のことを詳しく調べていくと、ウクライナ戦争がなんでウクライナ戦争が起こったかと。ロシアが加害者で、ウクライナが被害者と。そういう単純な図式が出てこないんですよ。ゼレンスキーはなんで戦争にこだわってるのかっていうの。 ゼレンスキーはウクライナの国民を皆殺しにするつもりじゃないですかね。あんなことばっかりやってると。無理ですよ、はっきり言って。ロシアが今にも潰れそうなだっていうようなことは、あの、日本の学者たちっていうか、あの、バカ学者たちが言ってますけどね、もうほとんどナンセンスですよ。もうプーチンは、えー、今年2月か3月でしたね、始まったの、夏頃にはもうプーチンは死んでるだろう。 ロシアはもう亡くなってるだろうっていうようなことを言ってましたね。笑っちゃったよ、本当に。あの、筑波大の中村逸郎とかね、慶応のあの、なんて広瀬陽子っていうおしゃべりな女がいましたよね。えー、それからもう一人慶応の鶴岡なんとかロジンとかいう人が。それと、朝日新聞のあのー、記者のなんとかっていう人もいましたね。今でもまだ出てますけど、その後ね、 えー、ロシアも、あ、ウクライナ戦争について語るなら自衛隊の連中ばっかりですよ。自衛隊の防衛研究所かどっかの連中。なんで自衛隊の防衛研究所の連中があんなにで出てきて喋るんですかそれは武器の、うん、性能とかですね。そういうとこに、ね、詳しいでしょでもなんで自衛隊は要するにアメリカの傭兵なんですよ。 アメリカの言いなりになってるんですよ。外務省とか防衛省とかそういうところはね、本当の情報を掴んでまあの、掴んでるんでしょうけど、テレビにんか出てきた時には、そういう方向で話をしていくんですよ。今、例えば中国の悪口も散々すごい言ってますよね。中国が攻め込んでくる、攻め込んでくるって。中国は攻め込んできませんよ。 もし中国が攻め込んでくるとすればですね、日本がね、ものすごい武器を大量に、あの、トマホークとかなんかそのミサイルをいっぱいかい込んでですね、敵基地攻撃とかそういうことを積極的にもう最初からやるぞって言っちゃうと、彼らも結構ビビ、ビビると思いますよね。ビビるっていうことはビビって抑止力があって戦争にならないっていうこともあるけど、 まだある一面ではねいや、お前たちがやる気なんだったらこっちもやる気があるんだよってみたいなことで出てくる可能性もあるんですよ。北朝鮮だってですね、あのミサイルボンボン撃つけど日本列島に落ちたこと一回もないでしょ。日本列島飛び越えて太平洋の方に行っちゃうじゃないですか。日本海に落,落っこちたり。ちゃんと日本列島に落ちないようにしてるんだと思うんですよね。 それがよく分かってない。彼らはね、日本をね、攻撃しない、するつもりはないですよ。背後にアメリカがいるっていうことがよく分かってるし、目的、最終目的はアメリカとの取引であり、アメリカとの戦いであるということが分かってるんですよ。えー、まあ、えー、宮台のあたりの社会学らしいんですが社会学っていうのはね、ほとんど本当にね、あの、幼稚ですね。全く。 もっと勉強した方がいいんじゃないのって僕は思うんだけど、宮台の方がああ、我々日本国民とかに対してお前らクズだとか、クズの中のクズだとかさ、そう言うしさ、そして日本国家はク,クソ国家だとか言うでしょえ日本国家が今落ち、ちょっと落ちぶれたからってね、クソ国家とか何とか言ったってしょうがないですよ。日本はまた立ち直るでしょ普通に。なんて言うんですかまたその時は。 笑っちゃいますよね。まあ、それで、宮台事件の犯人がね、なかなか捕まらないんですけどね。どうしたんでしょうね。どこもあの、宮台がどん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 ,どんあの、YouTube に出てきてね、なんかくだらないことベラ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 喋ってるから、あれとなんか関係あるのか知らないですけどね。まあ、僕は、あの、し、しばらくね、宮台を追っかけてみようと思うんですよ。宮台みたいなクズが、あの、YouTube の世界あたりで大きい顔しているっていうこと自体が、 日本国家にとって、あるいは日本国民にとって、全然いいことではない。お前がクズだろうと。そういうことを言った方がいいですね。 最後にです、ね、チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。